グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。サッスオーロに所属するイタリア代表 FW ドメ、コベラルディに対し、プレミアリーグの3部が獲得に向けた打診を行っていると見られている。医師、ガゼッタ・デッロ・スポルトが14部で伝えた。今シーズンのアーセナルはダゾーンで、でもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施。現在26歳のベラルディは、下部組織から、これま、サッスオーロ一筋でキャリアを歩み、チーム、躍進を牽引。2020-21 シーズンには、セリエ A で、キャリ、ハイとなる17得点を挙げ、ユーロ2020、欧州選手権を、イタリア代表にも招集されている。これま、にも多くのビッグクラブが獲得に関心を示せてきたが、ユベントスやインテルからの誘い、断られたという。経済状況を考えれば、その肉、部や、同じく関心を抱いていると見られるミンが、本格的に獲得に動くのは、難しいと予想、れている。同選手の移籍先として、より可能性、高いと見られるのは、プレミアリーグ。すでに、セナルやマンチェスターユナイテッド、テナムからの間接的な打診が届いている。医師は報じている。サッスオーロとしても S をそう簡単に手放す気はなく、5000万ユーロ、約65,000万円という高額の移籍金を設定しているとこと。ユーロでのアピール次第では、イングラ、どのビッグクラブ移籍への可能性も高まくるのかもしれない。両。